はい、どうも皆さん、こんにちは。サオでございます。今回はですね、アリスのね、パラディンの入手方法と、まあ、必要な阻害値どんくらいかっていうやつですね。アリスのパラディンは、初動編のね、ノーマルをクリアした後にね、増編が出てきます。で、増編のね、一番下、第4章の序説まで進めることで、アリスのね、パラディンが獲得できます。ちなみにこれ音声データが消えてしまったので後付けになってます。それでは行きましょう。でね、そんなに難しくないです。昨日取ったのでまだ総合値がね、5万6000しかないですが、だいたい4万5000と、強めのね、5万超えのフレンド連れていけば、まあ全然何も考えなくてもクリアできるかなっていうぐらいの難易度になってます。まあこれはね、普通にゴーレムが出てくるので、火力の高い武器で押さないと1にされちゃうよっていう感じですね。まあ、このゲーム多分ね、一定のダメージ以上を出せないと、防御にね、阻まれて、リシストとかの時ね、1とかになってしまうっていう仕様になってますね。まあ、例えば1000以上のダメージを出さないと食らわない敵は、999与えても1になっちゃうみたいな感じですね。まあちょっとね、5万超えちゃってるんでね、ガンガン進めちゃうっていう点もありますが、まあ、何度も言うように4万5000あればいけるかと思います。ちょっとね、クリリックとかの人はね、厳しいかもしれないですね。補助職の人よりかは、攻撃職使ってる人の方がクリアしやすいかなって思います。まあ、それこそ、補助職多い人はね、攻撃職のね、5万超えの人をいっぱい連れてってくれれば、多分そんなに難しくはないかなって思います。で、ボスがこいつ。ハイウィンド。ハウンド。ハウンド。ちょっと召喚獣これ使うの忘れてたみたいですけど、まあ、召喚獣使っていただいて、まあ、がっつりとね、貴族性でね、さっさとこいつをね、倒してしまえば怖いものはないかなっていう。このね、狼タイプのやつはね、火力が高いのでガンガン攻撃すればね、防御面はね、弱いのでささっと倒してしまうことをね、おすすめします。がっつりいけで、後からプラントを処理する。昨日撮ったんでね、S 武器が全然進化してない。今日いっぱい進化させたんですけど。まあもう喋ることがないんでね、さっさと抜けていただきたいんだけど、なんで半属性で攻めるのかな。半属性しかないんだな。水武器しかないって言ってますね、これ多分。まあちょっとね、今後ね、属性をね、考えて育成していかないと厳しくなってくるのかなって思い知らされたのが、聖堂に救うなんちゃらみたいなイベントのやつですね。最終ウェーブまでいけねえぞっていうね、貴族性で揃えないと。で、なんだかんだ言ってる間にクリアしましたね。まあ、多分これトップページ戻るバグ出てなかったね。というわけで、まあ、ここクリアすると、増編の4の10クリアすると、こういう風にパラディンが初回クリア報酬で獲得できます。でね、ジョブがね、クリアできるところはね、比較的早く行ってもらわないと、共有地で、ジョブがある数だけ有利なので、共有地がいっぱいあって、で、総合値も上げやすいと、ジョブ共有でステータス補正がかけられるので、まあ、今後ね、ジョブの数がものを言うんじゃないかなって思います。でね、ちょっとね、次回予告があるので、まあ、これはちょっと黙ってね、後でつけようかと思うので、まあ、今回はさらっとした動画でしたが、アリスのパラディンの獲得見た目のね、紹介でした。アリスたちは感じている。冷たく不気味な違和感。僕のせいじゃない。気持ち悪いのとか関係ないんですか。ぶっ殺していいのですか。ぶっ殺し世界は悲劇を求めてる。素敵です。ウルサ、願いの見舞いまでが
早く終わって。ようこそという名の悪夢へ。